どうぞ、ソチャですが。相変わらずおだて上手ですわね。わかっていますわ。こうしてあなたとゆっくりお茶を飲んだりお話をしたりするのは久しぶりですわね。最後に二人で会ったのは確か、あなたはメリーゴーランドで青くなっていましたわね。お互い忙しかったですから。アクアはライブが決まって準備が始まりましたし、確かあなたの方もでしょ。お疲れ様でした。実はいくつか見に行ったんですのよ。今申し上げましたわ。すみません、皆さん水入らずのところをお邪魔してはいけないと思いまして。とても素晴らしいライブでしたわ。皆さん個性にあふれて心躍る時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。わかりました、必ずお伝えしますわ。先ほどのあなたのように来た時に言ってくれと言われてしまいそうですわね。ええ、たくさんの方々にお褒めの言葉をいただきましたわ。またそう言っていただけるようなライブがしたいですわね。いえ、今度はアクアではなくユニットでライブをやってみようと思いまして、皆さんと相談しているところなのです。ええ、時々活動しないと忘れられてしまいますから。いえ、油断は禁物です。魅力的なスクールアイドルは日々増え続けています。うかうかしているとあっという間に追い越されてしまいますわ。アクアから派生したとはいえ、ユニットではそれぞれ独自の評価をいただいています。そしてそれはアクアの評価にもつながっている。何よりユニットは私たちの歌を世界へ届ける大切な場所の一つ。その活動をおろそかにするわけにはいきませんわ。よろしいのですか。虹学の方々のサポートもあるのでしょう。ありがとうございます、助かりますわ。あなたには本当にお世話になってばかりですわね。